けではないよ。その鎖は貴様らの力を無力化させる効果がある。貴様ほどデビル遺伝子に深く侵されたものならば、数分で意識を失う。うわあ！これで全ての駒が我が元に揃った。貴様たちもわしの役に立って死ねることに感謝しろ。やはりここにも誰もおらんか。何が起こったか知らんが、人騒がせな話よ。船は一体どこに打ち上げられたのか。奴らが巷を騒がすモンスターどもか。ちょうどよいわ。一度殴り倒してみたいと思っておった。考えるのは後回しよ。さあかかってくるがいい。まだ出おるか。大した歓迎ぶりよ。何？こやつは王が？やはりシャドルーの仕業だったか。だがなぜ仕留めたはずのこやつが動いておる。シャドルーの総帥ベガは不可思議な力を持っておると聞く。うさんくさい話だが、その力のせいか。まあいい。あの時は殺す以外捕らえる方法がなかった。だが一度殺した者を生け捕りにできる機会が巡ってくるとは、なんという行幸よ。刀身王がよ、覚悟を決めるがいい。わしは三島平八、欲しいものは必ず手に入れる男よ。英傑信玄、上洛の途に病死すか。影武者を取って我が死は確実。きっと上洛すべ。お親方様、お親方様。なんてな。敵の忍びは信玄公の死を告げるべく行っちゃいましたよ。さすがです親方様。これで軍を返せば必ずや信長は我らを追撃してくるでしょう。一つ聞いてもいいですかね。うん。素直に上洛して括弧撃破すりゃいいのに、なんでこんな茶番を。これは信長だけとの戦にあらず、最強の信長鉄砲軍団を打ち破ることで他を戦わずして屈するのじゃ。あと一気に型をつけたかったからじゃな。面倒だし。一郎ちゃん。愛と美の秘密部隊、帝国歌劇団バラ組参上。一郎ちゃん、会いたかったわ、あなたの良き彦よ。米田中将ったら一郎ちゃんが帰ってきてるの教えてくれないんだもの。おっと、逃がさないわよ一郎ちゃん。あたしたちから無事に逃げられるとでも思ってるの。よき彦、気をつけなさい、字が出てるわよ。ああ、やだ。
私としたことが、まあ、やね。それは、私たちは愛と美のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであっても、私たちは一歩も引きません。それが帝国歌劇団バラ組なのです。ということなのよ。お分かり？まあいろいろなのよ。地下のいつもの部屋にいるから遊びに来てね。お待ちしていますから必ず来てくださいね。君が私たちの花園に来てくれるのを待ってます。ではこれで。アーサイミー、復帰ファイブリーダーの伝統様を待たせるなんてすーごく失礼なやつだビー。あ、お前はこっちを返せ。その前にオラと勝負だビー。オラを倒せたら返してやるビー。怠け者法にはとっくにデータが入力されたビー。あいつはもう用済みだビー。本当か？もうケッ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 。でもオラはリーダーだからすんごく強いビー。炎のムキムキ攻撃楽しみだビー。メラメラきたビー。燃えているオラに水かけるのは許さないビー。いいかビー。ちょっとここを通してほしいんだけど。ガニー、俺様の場所は通さないぞ。何よドケチ。お、俺様をドケチ呼ばわりするとは許さないぞ。インド人も驚きの俺様の怒りを受けるがいいぞ。僕もわしの計画を邪魔してくれたな、ボンバーマン。ヒゲヒゲ団は永遠に不滅なのだ。覚悟しろ、世界は無常のもの。
ダイナスの重きは絶す。私に逆らうことがいかに無駄なことであるか、その身をもって味わいなゆい。入って一緒に。いえ、我々にはその方が性に合っていますから。データファックス、出発準備完了。俺たちはもう行きます。フォックス、コアメモリを頼む。オーケー、改め、気をつけろ。相手は未知の存在だからな。分かってるよ。それより例の SOS 反応が消えたようなんだが。待て、そいつは見ようだね。いやいや、おかげで助かったわ。ヒグマ、うひひひ、久しぶりやな。お父さん、お前が SOS。 うひひひ、死ね。こいつもいただいたほうがよ。そのフィグマはレーダーで追跡しとる。早くグレートフォックスに戻れ。トーマ、なぜここに。この国は今ジルバ様によって救済されようとしている。だがお前たちが得ようとしている政治の力はその妨げとなるのだ。邪魔者を消しに来たというわけか。この惨めったらしい村はお前らの墓場に良さそうだ。トーマ。誰だお前は。覚えていない。夫を殺し、娘を、ヒルダを奪っておいて、よくもそんなことを。おお、あの時の女か。あんたが父親を殺した、私を奪ったって。私は捨てられてたんじゃないの。まさかそれも。どうだ、傑作だったろう。親に捨てられた哀れなハーフの物語は。それとも俺が本当の父親だったとでもした方が劇的で面白かったか。トーマ、あんた見ろ、ガジュマの身でありながらヒューマの男の子供など産むから、その娘はろくでもない女になった。娘を侮辱することは許さない。許さなかったらどうする。無力なお前には大事な娘すら守れまい。ヒルダ、危ない。ライラさん、これでいいの。よかった、よかった。しっかりしてください。ヒルダ、これあなたのタロット破っちゃったから。私のじゃ嫌かしら。ありがとう。出ていけなんて言ってごめんね。今まで苦しめてごめんね。ライラさん、バカな女だ。いや、
バカな夫婦だ。二人して娘をかばって命を捨てるとはな。じゃあお父さんも私のために。困ったな、ヒルだよ。自分を捨てたと思って憎んできた親が、本当はお前を。なんだ今のは。攻撃が見えなかったぞ。許さない。あんたは絶対に許さない。メタルギア令によって我々海兵隊が新しい時代を切り開くのだ。以上、解散。薬剤投与後12時間強ほどか。正確なお目覚めだな。いい夢は見られたかね、ビッグボス。誰のことだ。とぼけても無駄だ。お前のことはよく知っている。それともスネークと呼ばれる方が好みかね。ネイキッドスネーク。人違いで連れてこられたわけではなさそうだな。あんたは。俺はカニンガム中尉だ。4週間前までは CIA にいた。カニンガム、フォックスの捕虜尋問官。知っていてくれたとは光栄だよ、スネーク。俺を襲ってきたのもフォックスの隊員なのか。そうだな。今はそういうことにしておこう。フォックスを除隊した俺に今さら何の用だ。同窓会にしては随分手荒い歓迎だが。除隊か。確かにそうなっているな、表向きは。安心しろ。お前に新しいミッションを与えるつもりはない。簡単な質問をするだけだ。6年前、お前はフォックスの隊員として全面核戦争の危機を救った。真の愛国者として称えられ、大統領からビッグボスの称号を与えられた。しかしそれから間もなくお前はフォックスを除隊した。地位も名誉も投げ捨てて。実に奇妙な話だ。お前はあの任務でグロズニーグラードで何を見た。どこだ。賢者の遺産のことだ。そうだ。第二次大戦中に集められたという三大国の莫大な秘密資金だよ。遺産なら CIA が手に入れた。6年前のミッションでな。よし、正確な靴を正確な場所に正確な量というのが効果的な尋問を行うための俺のポリシーでな。メイクイーター作戦で CIA がソ連から奪った賢者の遺産は半分だけだった。残り半分の資金の行方をお前は知っているはずだ。 CIA が手に入れた遺産が半分。いわいわよせ。ザボスと戦って生き延びたお前は遺産の残り半分の行方を知っているはずだ。遺産の在りかを教えてもらおう。悪いが初耳だ。素直に協力してくれれば俺もかつての仲間を尋問するような真似はせずに済むのだがな。まあいい、まだ時間はある。せいぜいゆっくり思い出してもらおう。おい、これは正規の任務じゃないな。ゼロ少佐はどうした。本当のことを言え。これが正規のホックスの任務だ今はな。
様ら、俺様の収容所でこそこそしてやがる。バカなやつ、我々リベリオンに立てずとは。あんたがここの親玉か。ナナをどうした。この女は余計な真似をしやがった。お仕置きだ。貴様、弱っちい奴らは力のある者に従っていやいいのさ。俺様にはリベリオンにはパワーがある。ちっぽけなゴミ虫どもはこのパワーの前に見えそう。お前はマシン。いや違うか、あの弱っちいマシモだったらこの俺様がスクラップにしてやったばかりだから。マシモが弱いだと。弱い弱い、話にならんよ。仲間になるのを断りやがったから、この手で体をプチプチ引きちぎってやった。プチプチとか。シャドウのやつでは足止めにならなかったというわけだ。総統から少しばかり超ホースメタルをもらったとはいえ、所詮はイレギュラーハンターから寝返ったようなやつだから。おい、ここはリベリオンの研究所じゃないのか。愚かな連中よ、お前たちは罠に落ちたのだ。このエンシェンタス様、罠だと。そう、ここには超ホースメタルなどありはしない。お前たち間抜けなレジスタンスを釣るための偽情報。これでお前たちは袋の目。この建物から俺以外のレプリロイドは決して転送できない。俺たちがおとなしくネズミになるとでも思ってんのか。俺の身につけた超ホースメタルはシャドウの火ではないぞ。それでもやるというのなら相手になってやる。ようこそ我が城へ。まずは挨拶代わりにこの私の力を見せてやろう。サムはこの城の最上階だ。もし私の体に傷一つでもつけることができたらサムは返してやろう。私は手加減はしない。お前たちも死を恐れずに全力で向かってこい。では最上階で待っているぞ。私を失望させないでくれたまえ。トーネ、そのガキを渡せ。そいつは言い返しておけに。そうはさせん。トーネ、お前まで狂ったか。我ら三賢者、優遇王に仕えることが使命のはず。いつまで天王に縛られているのか。今の王はアギナミ様、違うか。ではこれもアギナミの命か。
涙は渡さん。参勤者としてではない、ヨニさんという一人の男と俺との約束だ。ほざきよって。向かうにはこの迷路上になっている列車車庫を抜けなければなりません。ただこの先に強力な防衛部隊がおり、先行した他の部隊も全滅したようです。わかった、私が一人で行く。いえ、ヴィンセント殿を一人で行かそうだ。ダメだ、シドも言ったはずだ、たっぷりと生き残れと。お前らは限界だ。ここに残れ。わかりました。お言葉に甘えさせていただきます。
分を。ご分を。このせがれと人間のわらしか。親父は白子は無事なのか。動けぬこの体の歯がゆいことよ。あいつが身を挺して守ってくれなければ我は今頃。俺が見えてる？本当に目だ。地の竜なのか。いつの世も女というのは強き存在よの。忘れ去られたと思っていた。だがそうではなかったのだ。我が授けた意志は今もお前たちの中に受け継がれているのだ。風化しようとも我の意志は滅びず。五右衛門と言ったな。帝国の力は強大だ。草薙の剣をお前に託そう。宝剣は？それはこの剣のことか。久しぶりだな、コアッパ。悪いがこいつはいただいてくぜ。あばよ。扉が。鈍っておったか。奴を追うのだ。あの剣なくして帝国には立ち向かえ。我の紋章を授けよう。さ、急ぐのだ。どうも。おや、
誰かと思えばシオンちゃんじゃないか。ずいぶん会わないうちに女っぽくなったね。ハイスクール以来ですね。ご無沙汰してました。こっちに引っ越されたんですか？再開発の波には勝てなくてね。ま、でもせめて店の中くらいはと思って内装はそのままに。うん、モビーディックはやっぱりこうでなくちゃ。ま、かけて。いつものでいい？ええ。あとお腹空いちゃったからそっちの方も。了解。ところで今日は休暇だといいんですけどね。残念ながら仕事、ここの2局に用事があって。そうか、ベクターだったよね。お兄さんから伺ってるよ。え、兄さん来るんですか？ああ、ちょくちょく。何、まだ会ってないの？せっかく帰ってきたんだ、顔ぐらい出した方がいいんじゃないの？マスターまでそんな。私が兄さん苦手なの知ってるくせに。なれば、とっておきの秘密兵器、イデオンナハト。何事だ、ガーリン。連中だ。え？いやー、ティナ、世界が見てたはずだけど、素晴らしいファイトだったよ、ティナ。シリーズにも全勝して、リングはまさに君のものだね。もちろんよ。この喜びをまず誰に伝えたい？誰よりもまず天国のママ、ありがとうママ。それからトレーナーのマイク、親友のジョージ、小学校の先生、高校の頃のバイト先。パパはどこ行って？次の目標は？デッドアライブ4で勝つことね。その次はロックスター。ロックスター。それではファンのみんなに一言。みんな大好き。ほら、みんな。なあに、パパ。いい加減にしねえか。何の話？ロックスターはやめなさい。俺の話を聞け。パパだって草レースに出たいんでしょ？草じゃねえ、ハイパーバトルグランプリだ。まさにバイカーの夢。夢があって素敵よ、パパ。そんなに固くならずと。いや、今
は何の気か思いか静かに領事を受けなされ。おー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 、お似合いじゃ。これで恥ずかしゅうのうなったでしょう。ああ、しばしば待たれよ。薬、お薬はと。いやよいやよは最初だけ、じきに極楽に行けまする。本当に極楽へ行けるのでありんすか。はい、お連れ申しましょう。勝利、万寿者に。ああ、あつ、あつ、あたたたたたた。おなごの神女に忍び込み、あんまおみのに己の欲を晴らす公職男。おなごたちの恨み、代わって始末させてもらう。たばけりよって。まあよい。抜かせたお嬢が悪いんだよ。天雷殿、お逃し目果たせませんでした。お前がなぜここに？え？いや、なんでもない。それよりもなぜここまで来た？何か訳があってのことだろう。お父さんが生きてるかもしれないって。お父さんが東神大部会に関わってるって。だから来たんです。大部会の最後まで行けばお父さんに会えるって。それは叶わぬことかもしれぬぞ。そうかもしれません。だけど、それだけのために、私はここまで来たんです。多くの人たちを傷つけて。その胸に光ってるの。私とお揃いの銀のロケット。お前は東神大部会で最後まで勝ち残った。そして、私に勝った。それ以外の何者でもない。だってそれは、亡くなったお母さんの形見のロケットと同じ。ちゃんと杖になってる。早々に立ち去ることだ。じきにここも戦場となるだろう。破滅が待ち受けるだけの戦いが始まる。私に娘はいない。もういないのだ。迎えをよこす。その者についていけ。待って、お父さん。これが貴様のシナリオなのか、ウラヌス。そうはさせん。地獄へ落ちるのは貴様だ。アルバート。また会えるとは思わなかった。ああ、いいところだろう。爽やかでのんびりとしていて、汚れを知らぬ場所だ。君の心の中にあるふるさとだ。儚げで実に美しい。ふるさと。そう。私は君の忘れかけていた記憶の断片の中にいる。君はまだ戦い続けているのだね。
まあね。ラスプーチンは私の倒すべく真の敵であった。その相手とかつての敵である君が戦っているとは。おかしな話さ。俺があんたの意志を継ぐことになるなんて。でも今の俺じゃ奴には勝てないんだ。アスモデウスは憎しみと懐疑心を撒き散らし、人々が自ら殺し合いを始めることを最大の喜びとする。秩序を掲げた上で繰り広げられる狂気、ラスプーチンのもたらそうとしている未来だ。そいつがあんたが避けようとした未来で、俺が掴み取った未来でもあるってこと。そうだ。だが悲観することはない。私を倒し超人をも退けた君だ。アモンの力を使いこなせればまた違った未来を切り開くこともできよう。正直分かんなくてさ。俺が切り開く未来ってのはいい未来なのかな。自分の戦いに疑問を持っているのかね。そのなんつうか、きっとさ、あんたなら倒せたと思うよ。違うな。君だから倒せるんだ。私はそう思う。立場と力を持つ者はその責任も負わねばならない。目の前で起こる惨劇が見えているのなら戦って食い止めるべきだ。そう信じることは間違っていない。アルバート、さあもう行きたまえ。あんたに会えてよかったよ。ウル、一つ聞いてもいいかね。何？ここはどこだ？日本なのだろうが。風の森。カツラギの風の森さ。そうか。ありがとう。